久々の揺れで、皆さん驚いた方が多いんじゃないでしょうか。台風10号がね、近づいておりまして、まあこれね、録音してるのが9月の5日土曜日なんですけども、まあ投稿するのが11月のね、まあ20日以降になるだろうということでね、この話をしてもね、どうもならんということではあるんですけども、やはり、自然災害、そういったものに対するね、認識というものはいつ聞いたとしても、過去の出来事だとしても、まあ、聞いておかなければならない、まあ、一つの出来事ということでね、9月の4日午前9時10分ごろ福井県嶺北地方を震源とする最大震度5弱の揺れを観測地震が発生しました。震源地は福井県嶺北、北緯 36.1 度、東経136度2部で、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.0 と推定されています。なお、この地震による津波の心配はありません。この地震で福井県、坂井市で震度5弱、最大震度となる5弱、そして、東県福井市、あわら市で震度4、そして石川県加賀市で震度3、そして同じ、福井県鯖江市、越前市、永平寺町、越前町で、震度3の揺れを観測しております。この地震により津波は観測はされていませんが、まあ私がね、この地震を見て思ったことは、あれ福井地震の再来なのかなとちょっと思った部分もありました。と言いますのも、福井地震が過去起きた時なんですけども、よくね、この地震が起きたのがね、1947年だったかな、1948年ですね。この福井県の震源地とする地震がね、あったんですけども、この地震がね、昭和38年以来ということで、震度5以上を観測するのがなんとね、なんと50年ぶり以上ということで、まあちょっとね、福井県からしたらちょっとまあ珍しいのかなというね、ことなんじゃないでしょうか。これがね、本当に1948年にこう起こっているんですけども、まあそれ以降ね、何回かこう地震はあったにせよ、震度5以上の揺れというのは福井県では意外と珍しい方なんだということなんですね。はい、ということでね、まあ今後の情報にこう注意していかなければならないんですけども、福井地震とね、関連があるかといったらちょっとまあ微妙に違うところがあります。今回地震が発生したのは福井平野最遠断層と言われるところでございまして、まあいわゆるこれは勝手にね、つけたものですけど、前地震が起こったところ、福井地震が起こったのは福井平野東遠断層帯と言われるものでございます。まあちょっとね、そこから5キロほどね、西に行ったところにありまして、まあちょっと違うところではあるかとは思うんですけども、まあこの付近というものは昔からこう断層があってね、福井地震をこう発生させたりとかっていう地震はこうあったと。で、今回の地震はですね、逆断層型ということでございまして、この福井平野最遠部の断層が引き起こした可能性があるということは、これはね、間違いないと。で、前1948年6月の28日に福井地震を起こした福井平野東遠断層帯からは西方に、約5キロほど離れており、まあ、直接的な関連はないと、まあ、見てはいるんですけども、まあ、熊本地震のね、あいた動向を見てみますと、そこからね、まあちょっと考えにくいかとは思うんですけども、まあ誘発されるような形でね、そちらの方で地震が発生したり、さらにね、福井市のさらに南の方に行きますと、鯖江断層というまた新たな断層があるんですね。で、この鯖江断層につきましてはね、今のところ活動の傾向がちょっと見られていないというところもあって、ちょっと心配があります。内角地殻地震といわれるね、内陸直下型地震といいますのは、海溝型地震と比べて、発生の余地を示すですね、形がちょっと見て取れないというところがあるんですね。と言いますのも、断層帯がいくら分かったとしても、本当にそこに断層があるのかもしっかり明確でもないですし、過去地震が起こったかって言われてもちょっとよく分からないところがあるんです。ただ海溝型地震の場合は津波としてね、堆積するものがしっかりこう残るというところを考えますと、海溝型地震がね、大体何年おきでね、周期でこう起きているのかについてね、こう読み取っていくことは可能なんですけども、内陸地殻地震の場合はなかなかそういったことを読み取ることができないというところもありまして、なかなか発見のですね、余地が見つけられることができないというのがね、内陸地殻地震のね、まあちょっとしたね、そこがまあ今後の材料になってくるかと思います。
まだまだね、まだ地震に関する情報、このチャンネルでもお伝えしてはいきますけども、まあ、今後の情報に皆さん注意していただければと思います。それではですね、本日のご視聴いただきましてありがとうございました。まあ、久々のね、震度5をね、観測する地震ということでね、まあ、今年半年ぶりなんじゃないでしょうかね。まあ、震度5どころかね、震度4もなかなか聞くことがね、今年はちょっと少なかったのかなと思います。まあ、震度3はね、しばしばあったんですけどね。はい、というわけでね、最後まで皆様ご視聴いただきありがとうございました。